ことは興味があるなんて、ほとんどが朝食と24時過ぎてゲット夕食を立ち戻って本来のレッドをこなすこと全部自由自在さ、明日もきっと忙しそう、誰もいない空間の痛いところに染み付いた記憶のかけら、未来を見せた急にちょっとこんな感じでね、あちょっと鳥がふまりふまりなんですけども、お腹痛かった、嬉しかった、うざったけど、ありがとうございました。24時過ぎてゲット夕食を立ち戻って本来のないやることなす